星寺のりくんとジャスティンとやる気元気大輝です。わーやんのね、それ今回なんと、はい、大輝ホストに復活するというので。するかするって言って最初つるんだから。あ、ごめんごめん、忘れたん YouTube。 あ、いかがいい、やめたらいいよ、忘れた。大輝が復活するということですよね。イエイエイエイ。ホスト1から掃除が初回つきまくり始めるということで、はい、今回ホストになるにあたって何が大事か、また1から話していこうかなと。いや全然違うって、ただのマシンガンと思います。めっちゃめっちゃ酒飲もう。はい、カウントダウン、いきます。はい、俺がフュージョン、はアフィの GOT ということで、大工さんね、はい、おかえりなさいということで。いやー、やっと戻ってこれた。おかえりじゃない、それとか最近マジでもうね、全然女ネタとかないから。え、ちょっと初回でめっちゃ枕するすごい、モンモンとしてるよ。実際さ、ホストを辞めて、そのなんやろ、女の子と関わらないじゃん。いや、マジ、えぐいよ。え、どうなの？えぐい。自分って、うん、報われてたんだなとか思う？いや、思うよ。いや、女性ってこんなに出会いないんだなみたいな。いや、マジびっくりするよ。リクスさんも多分そのうち辞めるじゃん、うん、70、うん、80ぐらいで辞めるとさすが喜んでんじゃねえんだ。え、寂しいって思う？思う思う。へえ。やっぱ承認欲求ってさ、うん、こう無意識に満たされてたんだよね多分。ああ、だから女の子にこう喋ってかっこいいとか言われることないから、うん、普通に生きてたら、うん、だからもう、まあ、最近こうワゴンある運転しながら、ちっちゃうもう前まではさ、車運転してる時もさ、うんうん、もう店のこととか YouTube のこととか常に仕事のこと考えてたんだけど、うん、もう最近暇だからさ、うん、音楽流しながら走ってる、うん、おお、お尻でかっとか建築業やそうそうそう、未だに俺それないえ、それでさ、なんかキャバクラ行こうとか、それこそ風俗行こうとかならんの？あ、でもやっぱ興味はありますよ。最近はもうキャバクラ行った？キャバ行きましたね。言ってよ。地元の友達と？そうそうそう。横浜で？新橋行ったね。そうやってない？どこ？新橋は東京のサラリーマンの。そういうとこいいよね。そういう話ができるようになったんか。そう、いや最近俺もやってるんですよ。お前は何を食いついてるの？何が？いや、じゃあ 俺も一般人やから。じゃあでもさ、こことここ俺が違うのがさ、働いてるやん。うん、こっち無職やん、うん。でもやっぱ金銭感覚が戻んないのよ。ほ、あ、戻らんの？マジで戻らん。まあ、ちょっとはやっぱ節約してるけど、前までその1回の飲みでさ、もう20万とか30万とか普通にもうバンバンバンって使ってたけど、もう今はもうほんと15万とか10万とか高っ。それ使っちゃうんだよね。やばい、やばいわ。気づいたら、だってお前ずっと働いてないやん。働いてないの？やばいじゃん。あ、でもあのね、先月やっとその楽曲の収益が入ってきた。あー、これはやっとか。予想しよっかな。いやー、100万ぐらいあるんじゃない、やっぱりね。あー、曲を出して。いや、そこまでね。いや、ちょっと下がって70万とかじゃない。4000円ちなみにそれはいくらかかったの、作るのに？作るのに、いやもう込み込みで言ったらもうイギリスまで行ってるから、ね、すごかったからね。込み込みでいいから、ざっと500円いやー、こんなもんかって最初。いやいや、でも妖精って結構多いと思うけど。で、ふとさ闇やろそれ。じゃ、ふとさ、ホスチルの自分をさ、ググってさ、二十何万回再生されてんだけど、その俺が最近さ、ちゃんとこういろんなラッパーを聞くのよ、やっぱ日本人のね、うん、でも20万回再生ってめちゃくちゃ上手い人でも行ってないこと全然あるのよ。そう、バズってないとやっぱ行かないから。だからホスチルって結構やっぱすげえんだなと思った。いや、でもそれ作ったらね、じゃあホスチルでラップ作ろうか。逆にね、ラップ、うん、やる、やる、できるよ俺。じゃあインフンでネタはいいの？インフンで、新聞紙でインフンでみて、うん、新聞紙、おい、もう終わり、終わりだよ、終わりだよ。そう、電話来てね、リックンから、うん、でもやることをリクトさん全部やってたからさ、うん、もう旅行とかも全部キャンセルして、うん、俺が行こうよ、どっか行こうっつってもね、犬おるからっつって、あの一番その亡くなった時にどうすればいいか分かんないくて、うん、大輝と喋ってた。そうそうそう、犬飼ってるしね。ダスティンは浮かばんやった、ね、浮かべよ、イメーだろ。え、イユミ聞きたい。でも俺お題出して、まあまあまあ、まあ、ラッパーやってるからね。ラッパー、毎日やってる。じゃあエビゾ、サビゾ。え、いや、何、売れねえな。どういうこと？それ4000円だよ。どういうこと？いや、あ、じゃあ逆に質問していい？うん、歌舞伎町最近、うん、どう？俺以外締め付けられてる、グループ的に俺以外売れてない。やば、うん、めっちゃ言うやん、うん、社長、うん、でもあなたすごい売れてるよね。私ね、先月1600万。やば、うん、なんで私1600万。えぐっ。そう、先月1700万。えぐいてるな。まあ、でもそのリアルな話で言うと、やっぱり売りかけなくなって、ちょっとある程度みんな売り上げ落ちたね。あ、やっぱそれはあるよね。で、売り上げが落ちて、じゃあ例えば色恋とか本営とか
すりゃん普通もともと、うん、でもそれもしづらくなった状況で、うん、じゃあ何をするか自分を自己アピールしなきゃいけないじゃん、うん、それができないね、うん、やっぱいっぱい大嫌いなくなっていろんな人見て思ったのはみんな嫌なことはしないらしい、うん、あ逃げるよねちょっとね、まあ、嫌なこと率先してやるタイプだったからね俺は確かになね得つもうみたいな嫌でもやってたじゃんそう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 でもそれをやらないまあ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 それはまあまあ時代の流れと言いますかねで人のせいにするし、うんうん、あそれよくないね俺人のせいにするって本当よくないと思うんだよねなんでかっていうと、うん、そう人のせいにした瞬間に自分の経験値が消えちゃうのよおそこで自分のせいだって思うか思わないかだけでその時あった出来事がその反省を生かして次に生かせるかどうかが変わっちゃうのに、うん、みんな人のせいにしちゃってそのせっかく得た経験値嫌な思いを不意にしちゃうんですよね、うん向いてるよ政治家とかあ俺なるんよね東京都知事30歳からよろしくもうホスト辞めてまあ1年経たないぐらいじゃん、うん、ホストに今何が必要だと思う旗から見ててそんなに知らんと思うからね今の現状ねでもやっぱAV 男優とかなれねえよ俺そうですホストじゃんなれねえ AV 男優系になるってこともうそれ締め付けが厳しくなって、うん、もう何が一番良くなかったかって、うんうん、こうホストクリーンなイメージと思わせといて実は裏ではか売りかけ無理やりやらせてましたとか、うん、それが良くなかったんですよ、まあ、まあバレてたけどねそうでもまあバレてたけど、うん、でまあクリーンなイメージを持たせようとしてたわけや、うん、で逆に、うん、もう AV 男優がホストだったら、うん、もう何でも OK とか何でも OK やんなるほどで女の子もうわすごいこの人のねえ、ね、この人のバッ大丈夫よ YouTuber 結構ほんとこの人のおうん、拝みたいなとなるほどそれだけ指名が増えるだから俺がこれから俺がね今もし19歳でホスト始めるとしたらまず知る団員エブ団員知る団員いや順序があるからやっぱ寿司と一緒だから最初から売れん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 もう分かってるよもうどうしたら売れるかは、うん、言われたことをやればいいだけまあ売れてる人の言うこと聞くのが一番早い、ね、それをやらないんですよ最近の子、ねうん、業界が変わったからさ俺はホストっていう業界から音楽全く別でねそうだから新人なわけじゃん、うん、もう俺新人ホストの気持ちで本当にやってるんだけど、うん、その若い人たちってすごい吸収力あるしさ教えてもらうことが多いんだけど、うん、でもね本当ジェネレーションギャップを感じるねまあホストでもさやっぱさ俺19歳とか20歳とか面倒見てたけどさ、うん、2000年を超えてる人たちは、うん、俺らとはさちょっと、うん、なんていうのもう生きているベクトルが違うから、うん、押し付けないようにしてるまあね礼儀ねえなとかさもう当たり礼儀なくて当たり前だなみたいな、うん、それはねそうそうそうだからもう新しい人たちに任せてます、うん、だからその任せれないんだよねあ任せれない、うん、組織としてはねつい1週間ぐらい前かな、うん、もう言ったんすよ俺が代表になるっておう、うん、もうめんどくさいでもそれぐらいには無理あなた働きすぎよねだって TikTok も何時間やったんだっけ118時間すごいよな何してんのさ修行いや違う仕事始めたら負けず嫌い出ちゃってみたいなそうねもうホストより超えたけどね売り上げはやばいねうんだからそれびっくりしてさ俺ホストがマックスだと思ってたから自分ホストだから、うん、それ超えると思ってなかったから楽しいよそれ何で投げてくれんのお金普通に喋ってたら投げてくれんの俺もやろっかな普通に喋ってるだけじゃある程度で止まるんじゃないからそのインコとか出せばいいのすぐバンすぐバン下ネタとか1週間とかすぐバンされるああじゃあ喋れ無理よ大嫌い向いてないでタバコも吸えない無理絶対無理だから俺タバコやめたよ配信のために向いてんやばやばいやろサイボーグクロちゃんやろクロちゃんですそれはまた違うえコウジはコウジは何が最近どうやっぱ俺がいなくなって分さ俺がやってた仕事は誰かがやんないといけないわけやうんまあリクトさんはさライブとか頑張ってたけど、うん、俺らはこの裏っていうかねそう営業終わりこう従業員のまあ免許屋的なねああそうそれ一人でやってんのよはいあらうん赤字大赤字そうなんだよこれがかかるんだよねいやあのさこれはちょっともうジャスティンのためにも言わせてもらいたいんですけど、うん、あんまりジャスティンは言ってほしくないと思うんで、うん、でもカットはしないんですけど、うん、内勤っているじゃん湊とか葉月とか、うん、こいつ10万ずつ渡してたこの間マジでなんで知ってんの俺にもくれよなんか自分の力では給料上げれんからこれでいつもありがとうねってしてた大変な時期やからこそねいやこいつねいてくれてるから渋いないやいや渋いだろ相変わらずしかも人が見てないとこでだよ一生友達でいけるなんで知ってんだよそれいやなのにそう俺に伝わってくるでもマジでもう何でもするっつってたそいつらもう本当に爪とか飲みたいって先人だな先人な俺はそれを聞いてジャスティンに10万あげたああ逆にねジャスティン何も言わずに、うん
その日に使ったよ。なんで全員で、まあ、いいか、まあ、そういうのが今そんぐらいこうちょっと大事な時期っていうね。だからめちゃくちゃやってくれてる。ジャスティンインスタライブしてるよね。インスタライブやってる。 TikTok ライブやれっつっただろてめえ。向いてねえよ。え、それはやっぱりタバコ吸えないから。タバコ吸えないから。あ、やっぱそうなんだ。いや、TikTok ライブやって。いやいや、逆に TikTok ライブで疲れた人の憩いの場になってる。そんなことないかも。もうすんごいストレス。みんなインスタライブは知名度広がらんから。いや、まあまあ。いや、別に広げようとかない。何のためにやってんの。いや、何のためにやってんだ。アルバニアやろ。ストレス発散の場。そうよな。みんなもう。じゃじゃ知名度、うちのグループの知名度上げるために俺やってる。昨日もエビゾーさんとコラボしたけどね。マジで。そうよ。エビゾー、エビゾーのことさん付けてるの。今ダン、ダンジュ、なんだっけ、ダンジュロ。市川ダンジュロ。俺今ダンちゃんって出るから。ねそれ。いやいや、ギャラ、あの人なんで TikTok ライブやってんの。そこに引くわ。歌舞伎やれよ。だとしたら。歌舞伎やれよ。何乗っかってんの。僕は何も言ってません。僕は何も言ってません。いや、でも本当に、そうやってこう広げてってるから。いや、まあまあまあ。じゃ TikTok ライブって本当すごいんだね。今の時代のっていう感じやからね。なんかさ、俺さ昔からだけどさ、ライブしてると気持ち悪くなるんだよね。うん、だけどそのみんなに見られてみたいな感じでしょ。そうそうそう。消したわ。俺ってさ、ニコ生からやってるからね。マジでやってて。やっててん。あ、俺もやってた。リクト俺もやってたよ。そうや、反強制で。そうだそうだ。しかもリクトさ、めんどくせえからお前がやべえ。そっから始まったんや。あっから始まったよ、YouTuber ね。ホッチルはもうはっきり言います、編集者がゴミすぎてもう伸びません。え、今月何本ぐらい出してんの。うーん、2。チヒは最近なんかあった変わり映え。変わりは変わりが変わり映え。彼女と幸せそうだよ。いいな、うん、いいな。俺マジで彼女知って、こ子供知ってんね。誰もなんでいねえんだよ。結婚して。ちゃちゃちゃ、待って、本当にさ、俺らさホストじゃないしね、うん、まあホストなんで、別に嘘つく必要ないしね、うん、なんでおらんの。分からん。彼女分からん。いや、せっかくやったらさ、働きすぎなんじゃない。例えばさ、誰ができたら待とう一回。何を。で、いや、そのみんなができるまでで、一緒にやろ。せーの、全員がせーの婚。そう、せーの婚。てか思ったんだけど、マジでキャバクラとかさ、うん、まあ風俗とかホストとか、まあ、全部ひっくるめて水商売やってる時って気づかないけど、本当に一般的な人とかけ離れてるよ、感覚が。例えばもう全てにおいて。え、ダブルチーズバーガーじゃなくてチーズバーガーってこと。意味が分からん。意味は分かる。チーズすごい俺にぶつけんねん、溜まったストレスだからそれこそ本当、なんて言うんだろう、人との接し方もさ、基本的に酔っ払ってるわけじゃん。リクトさんとかはさ、まあ素かもしんないけど、まあ俺とかの場合はまあ酔っ払って、そう、気が大きくなってるっていうのもあるし、自分って意外とルール守って生きてなかったなとか。歌舞伎町では守ら、たす、なんていうの、許されることって一般社会じゃ許されねえからさ。例えばクソでけえ声で喋りながら歩いてんの普通じゃん、歌舞伎町は。でも地元だとさ、ちょっと声大きいよみたいな、お母さんに言われたりとか、そのレベルで、あ、俺ってちょっとおかしかった。それはあなたたちですよね。だって俺出ないし外。確かにね。飲みにも行かんし。リフトさ、根本的にもう人と違うから。あなたたちがおかしい。あなたたちモラルは。いや、あなたにモラルは問われたくないよ、絶対に。あれ、いや本当になんかやっぱやめて気づくことが多かった。何だったっけなと、金はもちろんそうなんだけど、うん、あと貯金いくら。貯金あとね、ピーするから。まだ余裕、まだある、まだある、余裕じゃん。俺さ18年ってやばくない、俺やめたら。じゃあ、てかリクトさんなんかさ、うん、今でも寂しがり屋じゃん、うん、やめたあたりもう死ぬと思うよ、マジで。マジ、この間、うん、そのワンコのことで病んでて、そのカードガチャってあるやん、ポリバガチャ、うん、ちょっと150万使う。バカやん、うん、こいつ、まあ、言わなかった、ね、俺にくれよ50でいい。俺最近ユニセフに毎月2万円募金してるわ。定期契約したわ。そしたらエコバッグくれた。てかさ俺 LINE 消したいん、ホスト辞めた時、うんうん、リセットしようと思って、うん、めちゃくちゃ後悔してるもんねなんでああちょっと、あ、その女の子関係でってことゼロだから寂しいから。そう、なるほどね。誰かと飲みたいなとかの時もさ、もう誰もいないわけ。でもそれを経てないとこう慣れてないもんね。そうまともになったね、めっちゃ。だからでも難しいよね、うん、でも一般でもモテないってことなんだよね。うるせえんだけど、お前。ええお前さ、そうなんや、ケツナーだから、お前ガチガチの甘栗入れたのか。剥いちゃいました、やかましいわ。何それ。ジャスティンとかもなんか最近モテるとか、なんか調子こいてたけど、さっき、うん、なんかモテるよ。ほざけ、シャラクセ。いや、
ごめんけど俺いっぱい行ってるから、中野とか高円寺とか恵比寿とか行ってます。今度俺も連れてっていいよ。でも俺らチキンやから声かけれるんだから。生足の子いる？生足の子しかいない。生足まだ好きなんだ。うん、俺もやっぱホスター辞めてもね。何ベチ？変わんないの。何ベチ？おっぱいやろ。何かおっぱいのイメージある？おっぱい好きだし。何からがおっぱい？ G。でかグレートだぜ。でも、 ね、その細身の G と太めの G って、あ、だからスタイル良かったら別におっぱい大きくなくていいな。ああ、それ聞いて。結局さ、そのスタイルじゃん、トータル値じゃん。うわー、それはモテないわ。は、なんか、いや、なんかね、画が強い。なんかどんどんてめえみたいな、どんどんモテなくなる。気持ち悪い髪型してそんなことない。お前さ、自分が4000円しか稼げんやつが何言ってんだよ、本当に。え、何言ってんだよ。しかも9ヶ月で、ね、9ヶ月で笑われるぜ、本当に。マジで絶対横浜アリーナで歌おう。今日もこうやってシャンパンコールお前の歌でやってたよ。好き、俺毎日聴いてるよ。じゃあ新曲聴く、まだ下ろしてる。おー、聴きたい。何曲もあるけど、ヒカルと作った曲聴く。それ何、ヒカルも歌出すの？それいい、それなんかヒカルも歌出すの？なんでの、お前らのグループじゃない。ヒカルは何やってんの？おー、来た来た来た、これこれ。お前が遅いよ、この声。今月からそのもうリフォームが終わったから、自分のスタジオを家に作るからさ。わお。だから防音にして、一人の、そうそう、一人で何曲か作ろうと思って。なんか俺本当になんかあんまり歌詞とか聞かんタイプないけど、あ、怖えわみたいなのが欲しい。あ、わかりました、うん、任せてよ。ありがとう。いや、結構いい歌作ってるよ、うん、後輩と食うビョルジャンとか言ってんねん。いいよ、出してんじゃん。何がこいつが聞くから聞くんよ、うん。いや、全然ね、フュージョンしか聴かんやないって。うん、フュージョンもいい。いや、結構、いや、他にもいい歌あんねん。あるんだよ。そう、いいんだから、もっと広げたいね、うん、ありがとうね。だから、これが、まあ、今4000円だけど、本当。いやいや、俺の目標は、ホストで最高月収が多分2000万ぐらい、うん、それを超えたいね。いやいや、だから、そのフュージョンをちょっと使っといてよ、サビの部分だけで、うん、あ、ぜひ、ね、お願いします。あの、エンディングとかさ、著作権までもし、著作権はもう、どんどんガンガン。で、最近あった、うん、じゃあ、すっごい、なんていうの、なえる、なえたこと、あ、犬以外ね。なえたこと、うわー、これないわーみたいになったことはない。いや、本当にチー牛やね。あー、チー牛、まあ、めっちゃキレてて、ね、めっちゃキレてて、いつも毎度毎度何十回も言っても無理で、動画とかがなえる、うん、本当にめっちゃなえて、俺モチベーション高いじゃん、うん、もう撮りたくないってなっちゃって、うん、だけど今大輝いるから楽しくて撮れてるけど、はいはい、どうせ撮ったってこれ2週間後とかないもん、編集。工事は最近あったなえた話ない？なえた話、うん、テミンが辞める。なえるな、なえるな、まずい、うん、まずいな、まずいどころじゃねえよ。でもどっちみちフィノはさ営業できないから、いや、まあ、もうどっちにしろね。だからそれでこう、じゃあテミンを尊敬してた従業員がいるやん、フィノの、うん、そういう子たちは今後どうすんだろうとかもさ、うん、そうだね、それも考えないかんからさ、うん、もうほんと、もう大変。当たり前じゃん、テミンについてってんだから、お前大変だな、マジで。そもそもテミンのせいだよ。で、テミンに聞いたやん、辞めたら何するのって、うん、ホスト疲れました、うん、海外いっぱい行きたいですって、うん、あれ、あれ、あれ、うん、あれ、それ聞いた瞬間に言おうと思ったけどやめたよ。ラップ出すんじゃん。俺のせいじゃん。ラップ出すんじゃん。いろんな世界を知りたいらしい。もう俺じゃん、言ってること。言ってること、俺じゃん。まあ疲れたとは言ってた。いや、まあまあまあ、まあでもホスト疲れてない、この人たちが、この人がおかしいだけで、そうそう、ホストって本当、俺は 4,5 年続けてるだけでもみんなすごいなと思うけどね。やめて思う、本当、うん、体へのダメージとか精神的にこう、すごいね。一回さ、俺本当一回バーンって落ちて、うん、ジャスティンとかリクスさんにも俺ちょっとおかしいっすわって言ってたけど、あの時本当おかしくて精神的に、うん、でもちょいちょいうつ気味になる。二回なったんだけど、今でもなるもん。さ、まあ、犬もあると思うけど、今はやめたらもっとなる、一回多分。あ、そう、やっぱこう無理やり自分をさ、なんて言うんだろう、そう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 、そう、もうやろうやろう、その辺がね、きついんだよね。やばい、それ今も。まあそしたら俺ん家来たらいい、俺の母さんもいるから。遠い遠い。いや、横浜、お前が来い。なんだこいつ、変わんねえんだよ。相変わらず。まあ、ホシルの潰すことはないから、チャンネル自体をね、うん、まあ、次出るまでに俺はそうだな、どうなってんの、めっちゃ有名になったろ。え、じゃいつ出るの。今も有名やし。いつ出るの。いや、月1は出たいなと思うから。あ、いい、まあ、誘うから今回。行こうよ、社員。行こうぜ、行こうぜ。いや、それはおいでよ、マジで。マジで来いよ。やっと生きて、今回経費で、経費でよし。しおごってくれるって。お金はある。収入ねえからさ、
こうやってよく分からずにフリートークするのもいいと思うし、たまには出てくださいね。わかりました。俺企画この前送ったよ。はい。一分間でどんだけ熱上がれるか。絶対出ねえからそれ。いやだいぶ前のやつ。ね、大輝がね。やめて痛いことすんな。恐怖心だ。恐怖心。ということで、はい、みんなこれからもな、俺たちホスチルなんかいっぱいいっぱい動画撮って何十年か先おじいちゃんになってもやっていきてえなと思ってるからさ、そんなお前ら見てえなって思ってくれてる人はチャンネル登録、高評価、あとなんかめっちゃコメントしてくれよな。それでは今日はここ。ここまで、久々のやつ。